皆さんこんにちは、ネリストリサです。今日はこちらの可愛いレオパード柄のデザインを100円ショップのセリアのジェルでやってみたいと思います。それではどうぞ。使用する材料はこちらになります。カラージェルのベージュ、ホワイト、ブラック。はい、では作っていきたいと思います。では塗っていきます。はい、では一旦ライトに入れていきます。はい、では二度塗り目をしていきます。次にベージュと黒を混ぜていきます。ではアート用のこちらの細い筆で混ぜていきます。ちょっと濃いめの茶色を作っていきます。感じでライトに入れていきます。はい、では次に箔を乗せていきます。こちらの箔もセリアで売られている箔になります。ではベースを薄く塗っていきます。ちぎりながら乗せていきます。
をトップコートを塗って完成になります。では次に真ん中のパーツの部分を作っていきたいと思います。はい、ではまずベースを黒いジェルで塗っていきます。はい、ライトに入れていきます。ていくので、このぐらいの丸を描いていきます。ではベージュと白いジェルをほど作ったジェルを使うといいです。作った茶色ベージュと黒のジェルを使って柄を描いていきます。はい、では一旦ライトに入れていきます。次に先ほどと同じく白をつけていきます。
はこちらにちょっと飾りをつけていきます。ではベースを入れていきます。はい、ではこちらをトップコートを塗って完成になります。はい、ではライトに入れていきます。完成になります。皆さんもぜひ試してみてください。